はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は、フォートナイト界隈で一番かっこいいと言われている、キャプテン翔太さんと、リョ、やっていきたいと思います。どうぞ、キャプテン翔太さん。よろしくお願いします。どうも、キャプテン翔太です。What the fuck, motherfucker?アリケン、クラスに一人はいそうなデブチャンネル。やめて、殺せ。いけ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 。降りた、逃げた。あ、穴開いた、穴、下に。あ、なんだ、ゴースティングゼイゼイじゃん。やめて、俺ハンドガン取られて、早くこっち来て。やめて、うおら。あー、くれてやる。もう一回やろう。ネクストマッチ。いや、キャプテン、昨日のおじさんのご飯のやつな、いっぱい食ったな、うん、マジでな。夜パーティーだったもん俺んち。正直、ね、アリケンの方が重そうで辛かった、うん、 その時ね、おじさんが僕んちに送ってくれた料理がこちらです。さあ、やべえ、残儀の仕事を増やさせてと。キャプテンは餃子8人前もらったんだっけ。うん、とさ、3つぐらい丼きた。幸せだね、僕たちは。幸せ者だね、うん、じゃあプレゼントパック、うん、幸せ者ついでにプレゼントパック、プレゼントのパーク、そう、幸せ者が集うマッチキー。キャプテンはね、まあ初見さん、まあ知らない人がいると思いますけど、キャプテンっていう男はその一度チャプター2になる時にね、あの画面がタピオカであの覆われた時あったじゃないですか、フォートナイトが。その時にあのフォートナイト史上最大の同説&フォートナイト史上最大の再生回数の生配信を生み出した人間、うん、強いよ。そう、俺はぶっちゃけ未だにフォートナイトって調べてごらん、うん、そう、視聴回数で。俺はぶっちゃけその時からキャプテンのことをすごいリスペクトしてる。あの時のキャプテンは、嘘つけ、いや本当に、あの時のキャプテンはね、すごいかっこよかったよ。俺も横にね、椅子足もらったけどね、あん、うーん、ゴースティング邪魔くさいな、ほんだん。そう、あの時ね、キャプテンの横にね、ずっといたけどね、やっぱね、すげえなって思った。そう、人を引きつける喋り方っていうのがね、すごいあったからね。俺はね、あの時はマジで喋りに対してのリスペクトは俺よくするんだよ。この人すごい喋りうまいなとかいうリスペクトすごいするんだけど、キャプテンはマジでリスペクトした。あの時は本当にすごい喋りがうまかった。そう、でもそのそっからちょっとリスペクトちょっと剥がれたね。なんで、なんで少々あの なんかその後の配信でね、なんかなんだあいつ、なんだよ、気になるなお前。あー、もうなんでやられるんだよ私ここで。あなたそこでやられたまじゃないでしょ。マッシュにやられた本当に。これはもう頑張るしかねえな。あれ、リスナー、あれあれ、なんかあいつ、あーよかった。なんなんだよこのゲームは。じゃあもうゆっくり蘇生しに行くわ。そうだね、なんならあいつら生かしときながらね、蘇生した方が。まあでもそれはね、あれ、そうだね、チーミングだろっていう人が出てる。チーミングで言うでしょ。俺そう思ってやめたよ。そうだね、俺なんならこれ一回こうやって、でこうこうやって、はいはいはい、おこうやって、うん、あ、すごい、あ、ダメだ、ダメだ。いたわ、普通に狙われてた。普通に狙われてた。 GG バタバカ、 GG、 GG バタバカ、 GG。 わー、いった、いった行って、オッケー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 、瞬間移動できた。これで夢の瞬間移動、子供の頃から夢見てた。すごいのいるって、目の前にクリームソーダだ。また来た、クリームソーダが。オーマイガー、オーマイガー、アリケン、これ動画ができないぞ、やばい。どこどこどこ、車の横でも一人後ろ、一人後ろ、ごめん俺も後ろ。あ、俺バイトない。これジャンプで次のマッチだな。キャプテンごめん、中指立てていい、中指立てていい。一回いいよ、一回立てな。ファーク、ジージー、まだバカ、ジージー。はい、かわいい、なにそのくしゃみ。くしゃみって英語でなんていうの。スニーズ。はい、で、くしゃみしたら必ず誰かがブレスユーって言わなきゃいけないんだよ。なんで、なにそれ、どういうこと、知らないの。ブレスユーってどういうこと。あ、なんだ、ゴースティングだった、二人とも。え、殺せよ、ナイス、全部殺して、全部殺して、全部全部、俺だ俺だ俺だ、慈悲やるな、慈悲や、ノー慈悲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 、ノータイム、慈悲を与えたら負けだと思う、キャプテン。やったやった、
よくわかんない。キャプテン、タクシーあるよ、ここ。欲しいっすね、それは。拾っちゃうんだけど。ちょっと待ってね。案内さんがリリース、解放って言ってんだけど。え、ちょっと待ってね。リリース、ちょっと待って、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 待って。ショットどこ？あ、資材ねえ。ワントリガーでポンポンポン。キャプテン行け、ナイス。ぶっ殺せ。キャプテン、エム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 。あげ。やべやべ、弾切れだ。キャプテン、ちょっと開けてしまうし。ナイスナイスナイス、キャプテン、かっこいいマジで。さすがキャプテン。なんていうの、そういう時倒したら。Get out of here。Get out of here, motherfucker。Get out, motherfucker。パチスコパン。授業中です。こんにちは。こんにちは。どうも、授業中の皆さん。よかったらね、先生がかわいそうなので、授業に集中してあげてください。うん。Let's go, baby。もうね、キャプテンに何度今日助けられたことか。やばい、キャプテンと一緒にやってると、俺もね、アメリカみたいな喋り方になっちゃうんだよね。もうミニポね。おいしい。ナイス。ほんとに。タクショーどこや、最後。ずっと。上にある。ずっとタクショー。白タク、白タクがあるんだよ、白タク。どいてどいてどいて。ゲラリア、ゲラリア、ゲラリア、ゲラリア言われた。使い方合ってる今の。うん。100点満点。100点満点。よし。じゃあ僕も。タクショーどこ？あ、タクショーここ。タクショーここ。で上で死んでるやついるから、それをもらいに来た。めっちゃエリアってんじゃん、プレパー。激戦区 TV だね。オッケー、やりに行こうよ。今頃飛んできてるよ。ほんとだ、おかしいだろお前。あんな、なんだよ、あんな。かわいそう。ごめん、ずっと、ずっとさ、何回もさ、ごめん頑張ってやってる。なんかキャプテンに一瞬で殺されてきた。ごめん、悪かった。あいつだけじゃね？もう一人どこ？いや、もう一人いる。あ、任せてほしい、キャプテン。任せねえもん。キャプテン、今日調子絶好調だね。じゃあキャプテン、飛ばキャプテン、行くよ。次の街行くよ。行くよ。GG! よいしょーってことで、残り14人。あ、でも真ん中に寄るから、真ん中行こう、真ん中。あれだけ抜かして。何？そんなに抜ける？いや、でも結構ガチガチみんなやってるよ。どうしたん？ね。いや、だから回復勝負だって、絶対。勝つしかない、俺ら。もうちょっと、もうちょっと前来て、もうちょっと前来て。もうちょいフロッパ欲しい。116。ナイス。俺魚釣るで。マジか。前行っちゃった。いや、釣られてんな。全部釣られてるわ。頭ちょっと出てんだよね。オッケー。今ろ。キャプテン今ろ。うわ、もうちょっと釣りてえな、フロッパ。回復勝負するやついないかな、さすがに。わかんねえ。とりあえず、ここに立てて、俺は。釣り竿を持ってくる。キャプテン大丈夫？声聞こえなくなったよ、キャプテン。キャプテン？あれ？キャプテンの キャプテンの声が聞こえなくなったぞ。嘘だろ、おいキャプテン。もうキャプテンの声が聞こえへんくなったぞ。何も聞こえない。私何も聞こえない。なの？ちょっとやばい、キャプテン。そこのディスコ入っても入れないんだけど。戻ってきた？戻ってきた。オッケー。何？どうした？死んどるやんけ、お前。何やったお前。ずっと喋ってんだ、アリケンに。116、116当ててるって。お前、何も聞こえねえよ、お前。任せろ。近くにいる？回復勝負だから。近くにいるってずっと言ってたのに。大丈夫、回復勝負だから任せてほしい。あ、だから、こっからじゃあ、アリケン単独で勝ったらもう動画だ、動画だ。任せてほしい。え、建築できる？建築できる？え、建築できてる？これ。できてる。いける。ちょっとマジ、意味わかんない。ちょっと意味わかんない。オッケー、マジで全力で回復勝負しに行く。うん。怖すぎやろこいつら。2211。ああ、ダメだこれ。喧嘩ちゃダメだよ。回復勝負しよう。
そうだな。一回牽制でビビらせよ。ひるんだ、ひるんだ。やべえのがいるぞっていう。ひるんだ、ひるんだ、ひるんだ。だいだい、資材は、この世の資材全部持ってる。いいよ、いいよ、スクワット。危ない、危ない、危ない、危ない。足場悪いな、足場悪いぞ、そう。一回上にもいるんだろうな、きっと。そうだね。怖い、怖い、それ。入ってきてない？あ、そう、おお、おお、神建築。フェイスウェイ。あいだ、焦ってる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。もうワンパーティー来るまで粘れ。もうワンパーティー来るまで粘る。うん。そろそろ来るから。ほら来た。ほら来た。スナイパーの音。ありがとう、ありがとう、ありがとう。来てくれ。ほら。はい、来てくれ。ほら、落ち着いてきた。ほら、落ち着いた。ほら、落ち着いた。これだけやろう。え？